湘南ベルマーレ、ルイス・フェリピの争奪戦に参加かこの動画ではスポルティング所属のルイス・フェリピ選手のニュースについて振り返りますぜひ最後までご視聴よろしくお願いします湘南ベルマーレはスポルティング所属のブラジル人ルイス・フェリピ選手に関心を寄せていると7月5日ポルトガル市が伝えていますルイス・フェリピ選手は1993年9月27日生まれの現在28歳 身長188センチ体重84キロの選手ですルイス・フェリピ選手はブラジルベルギーポルトガルのクラブなどを渡り歩き2019年1月にスポルティングへ完全移籍し2021年8月から5ヶ月間にわたりサンタクララで森田秀政選手とプレーしていますそして今年1月にギリシャ一部のクレタへレンタル移籍すると公式戦13試合の出場で 8ゴールをマークしています複数のクラブがルイス・フェリピ選手に関心を寄せていると報道されており長男ベルマーレが争奪戦を制することができるか同行に注目しています以上、リッパーのサッカーチャンネルでした